どうも、ボビーアートレザーのボビーです。ねえー、ボビーアートレザーのアトリエからですね、ライブでお届けしております。今日は土曜日ですね。えー、今日はすごい天気が良かったです。ねえー、今日は音楽の話ということで,ですねこう、爽やかなとか爽快感のあるようなあサウンドのことをちょっとねあの、紹介しようと思います、ねえー。ジャーニーです。ね ジャーニー <laughs>、ねえー、これはあーライブ版ですね、うんえー。ジャーニーのまだ、あのー、これは80年かな、うん、ライブエナジーですね。<laughs> まあ、たまたまこの,こ,のこのジャケットのがあジャケットがあったんでね <laughs> ちょっと今日ジャーニーにしようということで、えー、そういうあの何、ー、ん,んですかのらりくらりとしたようなあ配信になりますけどもね。えー、ジャーニーのこと思い出 僕の思い出も絡めながらお話ししたいなと思いますね。もしお時間あったらお付き合いいただければ幸いですね。えー、まあ、このジャーニーですね。この僕はまあ好きなのはですねこのジャケットです。ジャケットのデザインにやられましたね。この何ですかこうブラシアートっていうんですかね。まあ、今でこそねこう CG とかコンピューターがあるからいろいろこうなんかこういう感じので。 あのよくあるじゃないですかけどこの時はまだあデジタルじゃなしにアナログ時代ですねけどその何んですかね当時その今で言うデジタル感覚っていうか何ていうんですかね、えー、スペーシーなというかあ未来的なというかあそういう匂いを中学の僕は感じたわけですね当時の。<laughs> ねこの「ジャーニー」ってこのフォントもかっこいいでしょこのねえ、ね、宇宙的なというか。 このもう何ていうかなこのねジャケットジャーニーの場合はジャケットレコーズジャケットはですねこう額装して飾りたいっていうようなぐらいのアートの感じしますねまあ,まあ僕はこれは初めて聞いたのはですね中学の時に同級生がジャーニーのですね「エスケープ」っていうねアルバムすごい売れてね多分皆さんこれを見てご覧の皆さんはもういて 多分100%に近いぐらい持っ,てる持ってますよとか聞いたことあるよとかあのテープで持ってたとかね多分そんな方がほ,ほぼほぼだと思いますけどねまあだから僕は別に語らなくてもっていう感じですけど <laughs> 薄口なあの音楽の話になりますけどね、えー、まあ,あのエスケープをですね、えー、中学の同級生が持ってましてね あとその時に、えー、ジャーニーのエスケープとですねエイジあのなんて言うドラマだったかなあファーストやったかなとかあとはシカゴだ <laughs> からねレコ洋楽僕は洋楽をに、えー、触れる、えー、きっかけとなったようなあのー、一つでしたねジャーニーはで一曲目のですねえっと何て言うかね「あのドン Stop b e l i e ね あのピアノかから始まる、ね、鍵盤から始まるであのこう何て言うんですか、えー、スティーブ・ペリーねボーカリストのスティーブ・ペリーのあのこうハイトーンなでこうなんて言うたらえいのかなこのちょっとハスキーなような通る声っていうかあのこうトーンの高いハイトーンボーカルっていうんですかね、うんえー、もう日本人で言ったら僕も当時はもう僕は松崎しげるさんとかそんな感じだったかなと。<laughs> 勝手に思ってましたけどね好きなボーカルリストの一人ですよあのジャーニーのー僕あのースティープ・ペリーねでこの、まあ、この,あのジャケットの頃はですねスティープ・ペリーエディですねでまあメンバーはちょっとね、えー、変わってますけどもグレッグとかね、えー、とかまたスティーブ・スミスとかちょ,っとちょっと今とは違ってたりもしますけどもにこのギタリストのこうニール・ショーンがねやっぱりこういい感じじゃないですか。 ね、こうドラマティックなというかあこうエモーショナルな、うん、でこうエスケープルになってからかなあの多分そうやうと思うけどあの <laughs> 適当なことばっかり言うれる、ね、感じであれですけどね、えー、キーボーディストの、ね、このジョナサン・ケインのですねん、えー、とも言えないこう優しい旋律がですね、えー、とてもおこう。 10代の僕のハートに染みいったわけですね。であと「オープンアームズ」ってね、えー、僕は、まあ、あの砲台の翼を広げてて <laughs> 記憶してたんですけどね「オープンアームズ」ですよ。えっ、ー、と誰かがで今でもこう誰かカバーされてましたよね女性の方がね。えだ、ー、からあ皆さんでそっちの方が多分ご存知だと思いますけどね。うん、で僕よく聞いたのが「フロンティアズ」ですね。その次の次、あのー ちょっとあの、ダン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 、ねその分かるでしょ、ねそのイントロのね、えー、こうウオーっとなるようなのね、もうイントロ聞いたらこうあの拳が上がるような、うん、でそのセパレートウェイズね、えー、聞きながらですね、やっぱり、えー、高い声やな思いながらね、うんやっぱりこうロックをするには高い声じゃないとあかんのかなとかね、思いましたね、はい。 でそ,の中そのアルバムでは僕はすごく好きだったのが、えーとですね「時への誓い」っていう曲ですから A 面の多分 A 面の最後の曲やったと思うんですけどね、えー、今はもあの何十年前の記憶をこう瞬時にた手繰りながら喋ってるんですけど <laughs> すごくいいバラードですね、えー、切ないというかあの旅先からですね、えー 遠く離れた恋人へ歌ってるわけですよね。あのずっと愛してるよっていうことをねこう旅をツアーをね続ける中で、えー、その中でも君のことをずっと思ってるよというような感じの曲だと思います。うん、えー、すごくその時への近いっていうバラードのねが、えー、もう本当に僕の中では僕の10本の指に入るかな時への近いそれぐらい好きな曲ですね。 うん、でイントロもいいんですよねこのやっぱこっンン、ね「こんちはらさんけんいん」ね。ってやな。うん、であとはまあお気にあの「ディパーチャーアルバムがあそちょっと前にあって、えー、ちょっと前後して申し訳ないですけどね「ディパーチャーのあの「お気にメスママね「Anywayone」ってちょっと英語的だけどねうん、それが僕はあの非常に、えー、なんていうんですか10代、えー、20代の頃のね、えー あの和訳を見ないと分からないんですけどただあの歌詞が分からなくても楽曲としてっていうかあー音楽っていうかねあの楽曲っていうかねあの構成っていうかこう耳に入ってくるのがすごくこうこ,こに届くっていうか、うん、聞きう当時の僕としてはすごい聴きやすいし。 いわ、まあ今,ま、今で言うメロディアス今,で言う今は言わへんかメロディアスなあ感じでですねメロなあーなフレーズとギターソロとかでも絡んでねま,まずもうあのボーカリストがその表現力がねあのやっぱこうすごいな思ってね、うん、あの憧れましたね。えー、あのこのね名前が今パッと出てこんけどあれですよ。<laughs> で「オーシェリー」とかね歌ってるえっ、ー、とねで出てくんねんでこうボーカリストの、ね、出てくんねやろちょっと待ってよ <laughs> メンバーメンバーあるけどボーカルはのね乗ってませんねまあいいですわでそっからですね、えー、メンバーがですね、えー、ボーカルがねこのボーカルのーね、えー だね、あごめんなさいね、どう忘れして、ね、さっきのさまで、いつも、あ,のー、あれですよ、あのー、ちょっと待って、<laughs> いつもねこ、絶対忘れることもないんやけど、あ、スティーブ・ペリーや、そ、ね、そうそうスティーブ・ペリー、スティーブ・ペリーのボーカルが、がス,スティーブが抜けて、そこから、あのー、おまた新生、もうだいぶ時を経てですね、えー、僕と年一緒ぐらいねあのね、新しいボーカルのね、 えー、アーロンやったかね今のボーカリストの,あのフィリピンの、ねあのー、ボーカリストの彼のに代わってからまた聞くようになりました僕は、うん、すごいなと思ってあとそれで映画があったんですよね「Don't Stop Believing」という,う 映画がドキュメント映画があってそれを見に行ったんですけど当時ね、えー、もう数年前ですけどからね、えー、それを見てまた感動してですね、えー、なんか夢とかそういう希望というのは叶うんやというようなすごい、あのー、心を揺さぶられましたね僕は、うん、だから今のメンバーで聴、えー、くジャーニーが僕は好きですねうん あの賛否いろいろあるやろうけど僕はあの年代も一緒っていうんが余計にね、うん、アメリカンドリームをつかんだというか、うん、なんかねそういう何とも言えない、えー、なんかこう同世代の僕としてはですねなんかこう心を揺さぶられるようなそんなあ あのストーリーでしたし、余計にそのジャーニーというバンドの懐というか、うん、あの普遍的な音楽というか、そういうのがね。好きになりましたね。はい、あのであの何か時を経て、えー、ずっと愛される続ける。バンドっていうのはやっぱりなかこう底力というか、あの骨格というかなん,なんていうんですかね。それをスピリットっていうか、そういうものをすごく感じます。 まあそんな感じで今日はジャーニーのお話をさせていただきました。ね、また、あねもしこれを聞いて、ジャーニーまた聞いてみようかなという方がね、いてくれれば幸いですけど。ね、また、今日はね、土曜日ということでですね、素敵な週末の夜をお過ごしください。ボビーでした。じゃあね、バイ